基礎と土台がありまして、ここにたるきが1本入ってるんですけど、実はこれだけ土台が水平なものに対して実際はこの分こう下がってたっていうような状態なんですね。ここはですね、レーザーというものを当てて、地球に対して水平にしてあげて、であまりに低いところはジャッキで上げて基礎を新しくこう打つような形にしました。こういうところを見ていただくとこんだけ差があったんですね。こういうふうに上げて、これで正解、この高さで正解なんですね。でここの部分を外堀を掘り返してあげて、新しく基礎を作り変えるっていうお仕事をしています。それとですね、ここの写真見ていただければ分かるんですけれども、昔の建物っていうのは土台と基礎がきれいに均結されていなかったんですね。これは普段私がリフォームでやってます。基礎に対して新しく土台を止めるための鉄筋をこうやって入れて止めてあげる工事ですね。こんなことやってます。もともとある基礎のところに新しく鉄筋をどうやって立ち上げるんだっていう結論なんですけれども、あらかじめですね、この土台に穴を開けて、その下の基礎にも穴を開けます。キュビカルセッターという強力な接着剤なんですけども、こういったものを中に入れてあげます。でアンカーボルトをその上から引っ叩いてやって1日養生かけます。そうすると、もともと鉄筋が入ってなかったところに新しく鉄筋が入ると。で一応その引っ張り強度もですね、どれぐらいあるかっていうのをチェックしながら、極端に弱いところで、引っ張り強度が認められないところは新たに次の日新しく作るっていうような